ファンドをしっかりとですね、コントロールしてもらわんとかのは小さな役目なんですよ。そういうふうにファンドの差額、自転車との差額60億をなんとかせえというのは、社会の財政支出の根拠がないから僕はファンドの差額を言ってるんではありません。この部分は大阪府民880万府民の財産なんです。ですから今回この、郵政交渉権者を決めるにあたりまして、今まで、全く手つかずであった利便性、運賃の値下げも実施しながら府民全体の、資産、これを1円でもやっぱり高く、ね、これは売るのは当然ですから、府民全体の利益を考えて今回この案を提出をさせていただきます。ファンドの見方をしているのでは全くありません。いやいや、もう全然違う。岸さんの言うてること分かるんでしょ。知事としてね、財源を確保するのは責任だと思いますよ。ただね、財源の確保と住民利便性、府民の利便性の確保を同じウェイトで測ってほしいと思うんです。7割、3割じゃなくて、50-50で測ってほしいと。はい、ここも、竹山市長は、これをもう多分分かった上で言われていると思うんですけども、今回の OTK の、今回のこの、中身ですね、この中身については、経営の、この OTK という企業の中身については、この泉北高速鉄道だけではありません。ここには資産としては、東大阪、茨城のトラックターミナル、これが大きな、要は資産価値を持った、そういうものであります。で、これを、どういう判断で案分しようかということになれば、七三で案分していこうと、これはもう本当にうまく、この割合は出てきておるものだと、はい、また、東大阪や茨城の、トラックターミナルについては、その地域の皆さん方のご負担もあり、この OTK という会社の、価値を掲げて上げてきているものですから、ここはやはりバランス感覚としては、七三の割合と、これはもう当然だと思っております。いや、それ、小さな間違ってるんです、小さなね、売却利益の案分については、やはりですね、七三でもいいですよ、七三泉北にしっかりと、泉にしっかりと渡してくれたらいいんですよ、それは七三でもなんでも言わ、ないんですよ。ただその料金負担がどうのこうのとかいうふうな部分についてはですね、堺市として財政支出をする根拠がない、それをしっかりと言うていきたいと思ってますし、私はですね、1300億、泉北ニュータウンの開発で大阪府は利益を得てるんです、それは臨海で突っ込まれてしまって、今は残ってませんけど、そういうふうな泉北ニュータウンの歴史みたいなものをしっかりと押さえてほしい。それぐらいやはり開発利益もですね、我々の市民の皆さん方も 利益をですね、出してるんです。それをしっかりと抑えてほしいと思います。あげましょう、はい、僕はこういうことは言いたくないですけどね、今、その当時の1300億という利益を出したね、それを社会に使うべきだと、今、市長は市長になられてるから、その話ですけども、その利益を間違った投資によってね、臨海の話をされましたけど、それをなくしたときに、一番中心人物で大阪府庁にいらっしゃったじゃないですか。違いますよ、そんなじゃだめです、それと、もう一つですけども、うん、市長の公約の中にも、泉北地域の再生で、泉北高速鉄道の料金値下げ等は入ってます、はい、だからそのためにご負担をされればどうですかということを僕は申し上げてるんですよ。泉北高速鉄道の民営化の問題については、私が21年4月、政策企画部長のときに戦略会議ございまして、その場で私は民営化を進むべきやというふうに申し上げたんです、そして住民利便性の向上と料金引き下げはそのとき必須やというふうに申し上げたんです、だから4年前に私は選挙のときにこれを公約掲げて大阪府と調整しながらやりますというふうに言ったんです。ところが4年後知事さんが堺に来て、これは俺の責任でやるんやと、堺市長の権限でも何でもないんやと、中区と南区のタウンミーティングでおっしゃっていただいて、私はやはり知事さんは広域行政のトップとして、それぐらいの覚悟はおありやねんなというふうに思いましたので、それをお願いしてるんです。いや、だからこれ、やってるじゃないですか、僕が。今まで動かなかったものを。